申し上げます。カメラやフラッシュ、携帯電話はご来場の皆様のご迷惑になります。今一度ご確認くださいますようお願いいたします。それでは2012年度クリスマスカンカータを始めるにあたりまして、はじめに理事長、院長、学長の山岡健一郎先生から一言ご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。ようこそ高槻のキャンパスにおいでいただきました。少々早いですが、クリスマスのご挨拶を申し上げたいと思います。メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。今日はですね、学生たちが本性を込めた演奏をするわけでございますが、実は教育関係の学問をやっておりますので、この時までに各学校に一緒に行ったり、本当にバラバラにこう練習してたものですから、今日本当に演奏歌唱ができた私は奇跡だと思っております。本当に先生方もですね、時間を押して本当にいろいろもう繰り返してやっていたので、全体でですね練習をすることがなかったと聞いておりますけれども、今日は皆さんと揃って皆さんにお見せするわけでございますが、これが一致すると私は信じております。これは高槻の皆さんがずっと応援していただきました。高槻からもですね、数年にわたって、いろんな楽器を持ってこちら応援していただきましたけれども、数年前から高槻のこの私たちの先生方と学生の本声で独自にやることになりました。まあ、そのために少し、皆さんにお気苦しいことがあるか分かりませんけれども、どうぞ応援してやってくださいませ。で、今日はですね、本当にクリスマス、ここにイエス・キリストが誕生するわけで、皆さんでお祝いがあるので、一つ、この、ここで音楽を聴いてくださいませ。どうもありがとうございました。文化創造センターの谷口です。皆さんお待ちの音楽院の最大の行事であります、クリスマスカンカータオの開会を宣言いたします。ご来場の皆様、本日は平安女学院大学のクリスマスカンカータにおいでくださいましてありがとうございます。このクリスマスカンカータは大きく分けて2つの部分からなっております。第1部では、神が人々を救われようとして愛する一人の御子をこの世にくださった愛の御業、すなわち救い主イエス・キリストのご降誕というクリスマス物語が聖歌と聖劇で綴られます。第2部は、その神の愛に応えて私たちも愛の技に参加できるように祈るキャンドルサービスが行われます。
祈りましょう。恵み深い天の神様、ここに平安女学院大学および平安女学院大学短期大学部のクリスマスカンサートを迎えることができましたことを感謝いたします。どうぞ私たちが共に心を合わせてイエス様のご降誕をお祝いし、主を賛美することができますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
ルカによる福音書1章26節から6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来ていた。恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、いと高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを、
Thank you.
から祈願して初めてのご縁を布にくるんで灰葉を運ばれた。宿屋には聖羅の泊まる場所が深く伝わっています。
2章1節から、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので、拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は神の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアがどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。そこでヘロデは先生術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入っていると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、金香、木薬を贈り物として掲げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。Thank you.
ヨハネ第一の手紙4章7節から、愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人の子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。コリント人への第一の手紙
13章1節から、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、心を閉じて我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。
ヨハネ第一の手紙4章18節から、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します、なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。聖歌74番を歌いましょう。13世紀、アッシリの聖フランチェスコの祈りを、私たちのクリスマスの祈りとして、見舞いをお捧げいたします。平和の祈り、アッシリよ、私をあなたの平和の道具にしてください。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、
暗闇のあるところに光をもたらすようにしてください。ああ主よ、慰められることを求めていないで、慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されることよりも愛することを求め続けください。なぜなら私たちは与えるときに受け、許すときに許され、死ぬときに永遠の命に生きることを知っているからです。アーメン。祈りましょう。愛と光の源である全能の神様、私たちに一人の御子イエス・キリストをお与えくださりありがとうございます。どうぞ私たちが神様に感謝を捧げ、常に希望を持って歩むことができますように。また神様の祝福が迎えようとしています新しい年の上に、そして皆さんの上に豊かにありますように、主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。父と子と聖霊なる全能の神の恵みが常に皆さんと共にありますように。アーメン。ご起立ください。聖歌82番をご一緒に歌いましょう。
ましてクリスマスカンパータを終わります。なお会場出口に社会福祉事業のために返信箱を用意してございますので、ご協力いただければ幸いに存じます。クリスマスのお恵みが皆様に豊かにありますようお祈り申し上げます。なお出演者の皆様は退場してタペルの礼拝が終わり次第階段で記念写真を撮りますのでお集まりください。